パインベリーは白いイチゴの栽培品種で、パイナップルのような味がし、白色に赤い種がついている。現在のパインベリーは、チリのイチゴ品種の株を元にしている。普通のイチゴよりは小さく、15から23ミリくらいの大きさである。こなすと、ほぼ真っ白になるが、種だけは赤い。この植物は、病気に強いが、栽培規模が小さく、果実サイズが小さくて、 産出量が少ない割に効果である。パインベリーは春から夏にかけて取れる。1750年代頃にヨーロッパでアメリカののイチゴとチリのイチゴを掛け合わせて作られたが商業栽培には至らなかった。2003年にオランダでより強い品種が開発された。本格的な商業栽培は2010年頃にオランダやベルギーでは始まった。二千十年に イギリスの市場で売られるようになった際、パインベリーと呼ばれるようになった。アメリカ合衆国では2012年から売られるようになった。ヨーロッパやドバイなどのレストラン、パン屋、量販店などで売られている。日本の品種、初恋の香りも白いイチゴであるが、パインベリーとは異なる。野ゴの一種であるフラガリアにいるゲルレンシスも白っぽい。実をつけるが、商業的価値はないとされている。 ありがとうございます。